こんにちは。東京ジャングルのプロモーション担当池田です。ディレクターの片岡です。本日は増田庄司さんにご意見を伺います。それでは早速行ってみましょう。では本日は増田庄司さんに、プレイいただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、急遽俺の屍を越えていけの、SC のプロモーターの担当の石川佳代が駆けつけてくれたのですが、なんと、もともと東京ジャングルのプロモーションも、はい、携わっていて、はい、で昔の東京ジャングルしか見たことがないと、はい、どこがどう変わったか見たいと思います、はい、ではマルチプレイを、はい、はい、お願いします。じゃあリカオンあたりで、リカオン、じゃあリカオンとチンパンジーと申します。チンパンジー装飾なんだ。なんか増田さんが僕を守ってる。おお、そうか、そういう関係なのね。はい、基本草食動物はもう逃げることしかない。逃げて逃げて生き延びる。戦うこともできます。2年前に言ってたその一匹でも生き残ればこの世界では勝ちっていうのはもう変わらず。そうですね、変わらないですね。はい。面白いから。面白いからですか。増田さん、ウサギ倒しましたよ。これ食べてください。ありがとう。今発生しているチャレンジが世代交代を一回しろというものなので、うん、もう一回ここの縄張りを作ろうかな。これで縄張りが選挙です。ボタンを押してから縄張り選挙するまでが長いな。そうですね、あれがちょっといろいろ悩んだところなんですけど、やっぱりマーキングするっていうのがある種好きになってる自分の。だったらそこは隙ができてますよっていうのをプレイヤーに伝えないと、そこの面白さっていうのは分かりにくい。あのモーションだけだとちょっと分かりづらい、うん、ここ面白いよってアピールしないとさ、うん、ここキーの上を押していただけますか。あ、そう、ここにペット用医薬品っていうものがありまして、マルチプレイヤー3回だけコンティニューができます。どちらかが残機みたいなもんか。そうです。どこに行ったんか。マサさん、僕案外、僕案外、あ、マサさん、僕をちょっと薬を、食べられた、僕を復活させてください、マサさん。それ何、僕ココキーの上です。ココキー残機を使いましょう。はい、お願いします。これは僕がやるんだね。そうですね、松ボタンで閉じていただけると、僕がなぜか復活する。今が、チンパン復活。あ、サゲです。マサさん、そいつ。おぉ、サゲです。曲がりなりにもメスを入れてしまった。残念なお知らせなんですが、もう制限時間を先ほど過ぎてしまいまして、あのチャレンジはもう終了してしまったんですよ。世代交代をしなければ。そう、ただ早く、あれ、僕どこに。やべえ、やばい、あ、死んだ、あ、死んでいる。まだあるんで、薬が。あ、OK です。でも次は僕が死ぬんで。逃げメスついてきてるの。死んでる間にも、あれ、あ、そこ、バツか。死んじゃった。え、チンパン死んじゃった？死んじゃいましたね。とりあえず世代交代を果たしてください。薬使ったら生き返れないの？もうないんじゃない？いや、それはですね、最後の一個です。最後の一個は。はい。おお、リカオン。リカオン2世。下げます。これで世代交代が完了したので、自分の兄弟いる状態になりました。兄弟。はい。マスターさん、最後の薬を僕に投与してください。何ボタンだっけ。ココキーの上です。ありがとうございます。なんかいた。あ、めっちゃ壊れてる。俺のに大丈夫です。マスターさんが、あ、ボス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 、やばい、ボス。あ、なんかライフセンターが出てるけど、やった、チャレンジ達成。多分さりげなくチンパンやられたんですけど、散りました。散った、はい、チンパン、でもいい死に方をしましたね。そうすか。わかんないですけど、何か役に立ったら。はい、あ、死んだから。今回の我々のサバイバルは、はい、これ見て主婦主婦が分かりました。面白いよ。ありがとうございます。ありがとうございます。少なくともうちの子供と僕とやったら、はい、今の関係ぐらいの感じで、はい、お父さんって言われたら、あ、そう、嬉しいです、それ。ありがとうございます。どん、じゃじゃん。欲の具現化。
してるさまざまな攻撃欲とか性欲とか食欲とかね、そういう割とプリミティブなところを具体的な形にして解放していくっていう様が割とベーシックでまんまな感じがいいですね。ありがとうございます。すごいこだわった部分というか表現したかった部分ですね。あんまりやんないよね。いいじゃない。ありがとうございます。では今回は増田恭司さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。